日焼け止めとは思えないぐらいの保湿力とツヤも出てくれます。こんにちは、池田しおりです。美咲です。はい、今日はちょっとオープニングがいつもと違う感じでお送りしています。はい、今日は、この夏というかすごいおすすめの日焼け止めを紹介したいと思います。こちら、じゃん、スックの日焼け止め、4月に、新しくなった日焼け止めなんですけど、使ってみた感想めちゃくちゃいいです。とにかくいい。まあ、ちょっとデパコスなので値段も張るんですけど、それだけ、まあ、この後動画見てもらったら分かると思うんですけど、本当におすすめの商品になりますので、今日焼け止めとかお探しの方とか、まあ、スックのこの日焼け止め気になってた方はぜひ参考にしてもらいたいなと思います。はい、それでは動画スタート。今日は4月に新しくなったスックのエクストラプロテクター50の日焼け止めを紹介していきます。実際に手に取ってみます。こんな感じで日焼け止めクリームとは思えないほど、テクスチャークリームのようにちょっと硬いというか、全然こうタラッと垂れてくる感じもなく、でも伸ばすとすごい伸びも良くて、しっとりしてくれてかなりツヤも出ます。美咲さんの肌質は少しくすみがあるところと毛穴の開きが少しだけあります。では実際にお肌に日焼け止めを塗っていきます。塗った感じはかなり伸びが良くて、日焼け止めとは思えないぐらいの保湿力とツヤも出てくれます。私的には本当日焼け止めというよりかは下地ぐらいのカバー力もあると感じています。あまり塗る量が少なすぎると効果が薄れると書いていたので、気持ちしっかりめにのせています。こちら側が何もしていない肌で、こちら側が日焼け止めをしっかり塗った方です。全く白浮きもせずに、しっかりカバー力もあり、嫌なベタつきも全くありません。で、少しちょっとツヤっとしてる感じも私個人的にはすごいお気に入りです。日焼け止めクリームなんですけど、本当に化粧下地を塗ったようなぐらい綺麗になります。はい、こんな感じで使い終わりました。はい、はい、でも今年私的には一番本当におすすめの日焼け止めです。でも、ぶっちゃけめっちゃ高いです。もうこれは本当に高い。お値段6480円します。はい、はい、30g です。はい、ちょっとやっぱり日焼け止めってなるとかなり高いとは思うんですけど、でも私的にはもうこれ日焼け止めなんですけど、正直下地ぐらいの質感、かなり本当ツヤも出て結構本当におすすめなんですけど、なんでそれを考えると日焼け止めと下地を買ったらまあ6000円ぐらいするかなっていうので、まあ1本持ててもいいんじゃないかというか、まあ本当買った方がいいと私は思います。使ってみてとか、こう塗られてみてどうでした？なんか毛穴がなくなるのはもうめちゃくちゃ嬉しいです。もう毎回ってか、ファンデーションあんまりしたくないので、ですよね。なんか下地だけで、下地じゃないけど、そう下地っぽいから、なんかもうこれ1本でなんかメイクがすっごい時短できるなって思いました。私はそうなんです。本当そうなんです。なんで、まあこの後ちょっとなんかこう気になるところは、私はコンシーラーとか隠すんですけど、もうそれだけでお家出れるかなって思います。で、 SPF50 なんですけど、全く見ての通り白浮きしていませんので、本当におすすめです。よかったら参考にしてみてください。こちらです。バイバーイ。